武勇伝というか、ドキュンが基地をやり込めた話なので、嫌いな人はスルーしてくれ。車椅子の祖母を連れて、俺、母、おば、母の妹の4人で病院に行った。待合室で声を潜めて談笑していると、いきなり目の前に変なおっさんが現れた。今俺を見て笑っただろう。と、おばの服を掴んで怒鳴りつけてきた。もちろんそんなことはしていない。祖母が、誤解です。と言うと、黙れ、片輪。と叫んで、持っていたカバンで、おばの顔を殴りつけて逃げ出した。こめかみのあたりを切ったらしく、おばは流血。あまりのことに、俺はパニクって、医者呼ばなきゃとか、おっさん捕まえなきゃとか考えてると、おばが、猛ダッシュでおっさんを追い始めた。そして、そのまま勢いをつけて、逃げるおっさんの背中に飛び蹴りを入れた。祖母に、俺くん、おばを止めて。と言われて正気に帰り、二人のところへ駆けつけると、うつ伏せに倒れたおっさんの襟首を掴んで、てめえも片輪にすっぞ、ごら。とおばは大発する中。ガクブルしつつも、なんとかおばをなだめて、おっさんを警備員に引き渡したが、その後、遅れてきた母が、嫁入り前の娘の顔に傷を作りやがって、と発する。おっさんから結構長くの示談金をむしり取ったらしい。そんなおばは22歳。恥ずかしながら、俺とほとんど変わらない。